今回紹介するのは「武器としての決断思考」「星海写真書」という本です。東大×京大×末ゼー式決断の技術教室から生徒があふれる京大の人気授業「多基本鉄師」の意思決定論を一冊に凝縮これからの日本を支えていく若い世代に必要な「 武器としての教養シリーズ第1弾持つ者持たざる者自分の人生を切り開くことができるのもまた自分だけであり責任もまたしかり自分で判断し行動へ状況が変われば決断も変える今までの常識が通用しない先が見えない中将来の予測不能本書は暗闇を照らす。 灯台のような輝きを放っている。情報を自ら求める。して待つではなく、お金を払って取りに行く。無料だからダメなわけじゃなく、誰でも手にできるのを鵜呑みにしてはいけない。自分で考える癖を身につける。地股に流れる情報は意図的に操作されている。都合の悪いものを隠すために、それほどでないものをこわだかに流す。三人称思考。 決断すべき対象を第三者の立場から考察するを習得し今現在の最善解を模索する石原明さんの全てが見えてくる飛躍の法則を読む一人ディベートの際フローチャートは手書きであり PC ではないんだよね発想力が違う続けたものだけが。 実感できる武器は持っているだけでは意味がない使ってこそのもの教養も座学ではなく実践により磨かれる 17P 以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします